うございます。 D、 ちょっと聞いてください。どうした？いや、話があります。え、どうなってるんすか？スターダムチャンネル全然っすよ、再生数も登録者数も。はあ、どうなってるんすか？岡山での一番の店を作ってるでしょ、スターダムグループって。え、でも今頑張るより1000とか2000でしょ、再生数。まあ行きましょう、100万再生。100万。いや無理だって、頑張ってやりようだけど、一回バズったか、なんか200万ぐらいいっとんのかな、なんか行きましたね一回。でもあれは、うん、スターダムグループの力じゃないっす。ゲストの力っす、あれ。僕たちの、いや僕の力で伸ばしましょう。え、僕のチャンネルを作ってくださいと。あんま売れてないやん。売れてないなんて言われたらね、返す言葉もないけど。要はお前を目立たしてスターダムチャンネルを盛り上げてくれるっていうこと。そういうことです。できる、そんなことが。やりましょう。いや、やってみせましょう。僕がチャンネル主になって。はい。チャンネル主になって、はい、でやっていきましょう。え、うちのそのグループの人間目立たしてくれる？あ、任せてください。100万再生いける？余裕でしょ。ええ、女抱ける？抱きたいっすね。じゃあやっていきましょう、今日から。はい、この動画1本目なんで。なんか YouTuber って、はいはい、なんか最初にあれ決めていく？ちょっと前は勇気ね。うちとしては、はい、やっぱりスターダムグループのチャンネルを盛り上げてほしいから、スターダムチャンネルを盛り上げる。え、それでお前怒ってきたんだな。できました。岡山が生んだ奇跡、ユキがスターダムチャンネルを盛り上げながら、岡山も盛り上げ気味にホスト紹介をしていきながら、登録者数1万人を目標にすることで人気者になって高い車を買うチャンネル、略してスターダムチャンネル。いや、いいんじゃない、いいんじゃない、なんか形でできてきました。次がね、目立たないんだよね。僕が思う YouTuber とかはサングラスをかけたりだとか、髪型とか衣装とかなんか統一されてるんだよね。確かに。ああ、同じ衣装でってことですか。無難にスーツとかっていうのは、いやもうやだ、スーツリクルートみたいな感じ。これ映画チャンネルとかめっちゃ見よるけどさ、全身でかっこいいとかじゃないよ。お前かっこいい系じゃなくない？どっちかって言ったらかわいい系じゃない？じゃあかわいい系のコスプレ今一個出てきましたよ。かわいいな。かわいいけどなんかムカつくな。岡山が生んだ奇跡、ユキがスターダムチャンネルと岡山を盛り上げながら、登録者数1万人を目標に人気者になり、高い車を買うチャンネル、略してスターダムチャンネル。はい、ということで。ああ、そういうやつかね、やっぱ。後ろ見るわ、なんかちょっとのけぞっちゃいますからね。